バチこっちに置いとくよ。ああ、サンキュー、アコ。手伝うとは言ったけど、こんなに早い時間なんて聞いてない。年明け早々に悪いな、ラン。今度なんかおごるからさ。すごいな。お姉ちゃんここで太鼓叩くんでしょ。きっと初詣のお客さんでいっぱいになるよ。年末に猛練習した甲斐はあった？ああ、あの3人も短期間ですごく上手くなったんだ。ランたちもびっくりすると思うぞ。かすみとココロと奥沢さんだっけ？そうそう、前にお祭りで太鼓を叩いてたメンバーだよ。まあそれはさておき、これを運んだら終わりだから、そしたら演奏までゆっくりしててくれよ。はい。でも何かあったら何でも言ってね。アコ頑張るから。ありがとな、アコ。その時は頼むよ。皆さん、明けましておめでとうございます。さやさん、アリサにカノンさん。明けましておめでとう。いよいよ本番だね。寒い。神社って一段と冷える気がするな。みんなこんな早くにどうしたの？太鼓まだ始まらないよ。いや、かすみ変なことしてねえかなって。私も、みさきちゃんとココロちゃん二人とも大丈夫かなって心配になっちゃって。あら、カノン、みんなも来てくれたのね。カノンさん、早い時間なのにありがとうございます。そうだわ、せっかく早く来てくれたんだもの。一度演奏を聞かせてあげましょうよ。はいはい、それはまた後のお楽しみね。二人とも何か手伝えることがあったら言ってね。あの様子だと二人っていうより、心が何を言い出すか心配って感じかな。すげえ気持ちわかる。どうやら準備は終わってしまったようね。もう少し早く来ればよかったかしら。大丈夫ですよ、さよさん。ありがとうございます。来てくれただけで嬉しいです。分かったって。しっかりやれよ。後からリミたちも応援に来るからさ。うん。そういえばモカたちも本番には合流できそうって言ってたよ。ハロハピもそんなこと言ってましたよね。うん、バンドのメンバーが出るんだもん。やっぱり応援しに来たくなっちゃうよ。おお、そんなに来てくれるのか。それは絶対失敗できないな。できよ、トモエ。私たちたくさん練習したもの。あとは笑顔で本番を迎えるだけだわ。だな。ほんと心はいいこと言うな。どんな演奏になるんだろう。楽しみだな。ねえカノンさん、やっぱりミッシェルでやっちゃダメだよね。え、ダメだよ。今日はハロハピじゃないし。ですよね。生身でやるとなるとやっぱりソワソワしちゃって。生身ってミサキちゃん。そうだ、ちょうど準備が終わったところだし、みんなで屋台でも見てきたらどうだ。そういえば結構屋台出てたよな。じゃあお参りしてから行ってみる。トモエさん、本番楽しみにしていますね。任せてください。ご利益の大盤振る舞いしちゃいますから。いや、意味わかんないし。それじゃあみんな頑張ってね。行ってきます。